チャンスに苦しめきって待っている天竜源一郎。今夜のパートナーはマイティ井上であります。この新シリーズ頭を切り替えまして秋の陣へ突入の天竜、パートナーはマイティ井上、巨体を相手に小気味いい試合を期待したいと思います。天竜マイティ井上組が登場してまいりました。45分の一本勝負、試合に先立ちまして日本テレビから花束の贈呈、外人チームに、そして日本チームに、レフリーに花束が今送られました。レフリーはミスター林であります。アウトナー280ポンド、ルーパスジョーンズ。まず黒い重戦車と言われておりますブラックパワーの最強を目指します、ルーパースジョーンズ。アラブ系の民族衣装です。超大型パワークラッシャーブラックウェル。赤コーナー240ポンド、マイティー井上。もうベテランの域に達しましたマイティー井上。240ポンド天竜源一郎。充実した秋を迎えようとする天竜、結婚式ももう間近です。さあ開幕戦の試合なんですが、この対決なんですけれども、まず天竜にとりましては非常にまあ嬉しいこの秋の季節、結婚が迫ってますね。そうですね、まあ、それだけに心身ともに非常に充実してますんでね、はい、このシーズンもやっぱり元気いっぱいのファイト期待したいですね。そうですね、まあ、人生の新しい門出でありますので、まあ、ひとまずおめでとうというふうにお伝えしたいと思います。天竜であります。結婚して果たしてレスリングの方がどう変わっていくか。パートナーのマイティ井上も3週間のオフの間ずっと走り込みを続けておりまして、いかにもベテランらしい調整ぶりでありました。マイティ井上、絶好調のコンディションでこの開幕戦を迎えました。さあ注目すべきは竹内さん、クラッシャーブラックウェル3年ぶりの来日、それからルーファース・ジョーンズ、いいコンビですね。まあ、特にですね、クラッシャーブラックウェルの場合ですね、来日直前まで AWH 区でやっぱりトップを張ってた人ですからね、はい、やっぱりどのぐらいの変貌を遂げていくか楽しみですね。そうですね、まあ、自らも言っておりましたけれども、3年前の俺とは全然違うんだということを非常に強調しておりました。相変わらずの巨体でありますクラッシャーブラックウェル、180センチの155キロの巨体なんですけれども、どうやらこれは公式発表なんですが、もう少しウエイトが、大きいんじゃないでしょうか。実際はもうあと5キロか10キロはありそうですね、160キロはありそうですね。ありそうですね、はい、そのクラッシャーブラックウェル、ゆっくりと民族衣装、アラブ系の民族衣装を脱ぎました。さあお客様からハッというような声が出ております。この巨体であります。3年前の、来日の時にはジャンボスルタの UN に挑戦しましたね、まあ、惜しくも敗れてましたけどもね、はい、なかなかやっぱりいい試合を見せてましたね。そうですね。さあゴングが鳴りました。45分の一本勝負で試合は始まりますが、このブラックウェルと体を合わせますと、このマイティの上いかにも小さいなというような感じがあるんですけれども、まあ、動きのシャープなこのマイティの上、ベテランの味を十分に発揮してもらいたいと思います。クラッシャーブラックウェルとマイティの上の対決で始まりました。そして今度は背中越しにルーファース・ジョーンズ、これまたベテラン、もう黒人レスラー、黒人パワーの、まあ、総帥の位置に現在おります。ルーファース・ジョーンズ、思い切ってパンチを合わせました。真っ赤なトランクスが踊っています。褐色の弾丸ルーファース・ジョーンズ、そしてクラッシャーブラックウェルの左の膝にマイティの上を打ち当てました。日本チームとしては重さではかなわないので、どういう作戦がいいでしょうか。まあ、ともかくですね、ゲリラ殺法といいますかね、もう相手の意表をつく攻撃にやっぱり集中することですね。はい、おっとご覧のように巨体なんですけれども飛びました。あのジャンボスルタに挑戦したユナイテッドナショナルヘビー級の試合の時にもドロップキックを見せました、そのクラッシャーブラックウェルであります。技多彩ですね。この巨体の上になかなかやっぱ技が多彩ですよね。はい、まあ、先ほど竹内さんからも話がありましたが、 AWA ではトップスター、あのアンファイヤーズを脅かす存在に成長しております、このクラッシャーブラックウェル。それから AWA エリアだけではありませんが、カンサスミズーリあたりでも名イベンターとして活躍して、あの UN の新王者ハーリーレースの良きパートナーということも伝わっております。当然まあいろいろな情報を仕入れて来日してきているでしょう。そうですね、それだけにですね、このシリーズやっぱり台風の道でどんな格乱を見せてくれるか楽しみですね。はい、3年ぶり3回目の来日なんですけども、本当に出世しました。全日本プロレス帰りは本当に出世するというようなジンクスがありますけれども、大きく大変身を遂げて来日しておりますクラッシャーブラックウェル。そして現在の相手はルーファース・ジョーンズ。さあここでマイティ井上が登場してまいりました。さあどこで得意技を出してまいりますか。アクロバチックな技がこの辺り欲しいところであります。アクロバチックの技、
そして下から潜り込んで足を取ります。足を殺しに行きました。マイティ井上、この脇燃えてますね。井上選手は非常にいい動きにしてますね。そうですね。日本選手としてはですね、やはりどちらかといえばルーカス・ジョーンズに集中攻撃をかけるべきでしょうね。そうですね、まあ、しばらくは全日本プロレスに腰を押し付けて、まあ、試合をやってるんですけども、そろそろまた、外国へ出たいというような抱負も漏らしているようですね。10月にはですね、あるいはその西ドイツのハノーバーのトーナメントにですね、行くかもしれないという噂ですね。おお、そうですか。大いに活躍できるでしょうね。非常にやっぱいい舞台ですよね。まあ、ベテランながらも再びインターナショナルな国際的な場に、仕事を求めに行こうとするその、マイティ井上、なかなか意欲は変えます。井上から天竜につながれました。足殺しレッグブリーカーに出ております。さあ天竜はこの辺りで挽回しなくてはなりません。この秋充実、天竜足を取りに行きます。ステップオーバーのトーホールドで足を折りました。リングの中央、赤いマット上は日本陣営、ちょうど境界線のところです。ブルーとレッドの、非常にカラフルなマット上、スーパーパワーシリーズの開幕戦、熊谷市民体育館。思えば去年のこの熊谷市民体育館にタイガージェットシンが乱入したんですよね。6月のシリーズでしたね。思い出しますね。早くも1年ですか。さあリングの中央です。マイティ井上がルーファース・ジョーンズに挑みます。青い陣内へ引っ張り込まれました。どうしてもタグマッチの場合はこの2色のコーナー、日本チームの場合は赤いマット上に引きずり込んで試合をしなくてはなりません。当然有利です。さあルーファース・ジョーンズから今度はクラッシャーブラックウェルにつながれました。155キロ、おそらく160キロはあるでしょう。巨体クラッシャーブラックウェル、テリー・ファンクとの一戦は来週行われるんですが、どのように占いますか。これはですね、テリーにとってはあまりそのやったことのないタイプの相手だけにですね、相当やっぱり手こずることが予想されますね。そうですね。しかしこのなかなかいいコンディションで来日しているだけに、テリーとシングルマッチで一戦を交えても見応えのある試合になるんじゃないでしょうか。まあ、これはブラックウィルとしてもですね、テリーがいてなら申し分なくですね、やっぱり自分の実力が発揮してくると思いますね。そうですね。さあリング上です。今日はあまり激しい動きは見せておりませんクラッシャーブラックウィル。しかし飛び道具をも持っております。試合開始と同時に見せましたドロップキックなんかもなかなかハイアングルに決まってましたもんね。それとですね、この160キロ近くの体重よりしたそのギロチンドロップですね、はい、これがやっぱり一番怖いですね。そうですね、ギロチンドロップイコールレッグドロップであります。それだけ体重がかかりますからね。喉元あたりに落ちてまいりますとちょっと息ができませんね。もう瞬間的に呼吸が止まりますからね、はい、それから何と言いましても人間起重機の異名を取っておりますので、このプレス技ですよね。そうですね、怖いですね。日本チームも十分に警戒しております。マイティーの上リングの中央、一旦飛び上がってエルボードロップを落としました。今度は青いマット上へマイティーの上を連れてまいります。45分の一本勝負、天竜は今エプロンサイドであります。ルーファース・ジョーンズが動き回ります。さあボディープレスに行きました、ボディープレスに行きました。そして足を取って足を固めるようです。バックからの攻撃、ルーファース・ジョーンズ健在です。アジアタッグ選手権試合面白くなりそうですね。こうなりますとね、あとはフランク・デュセックでの出来次第でですね、タイトルそのダッシュの可能性も出てきましたね。佐藤石川にも、まあ、試合前の話を聞いてみたんですけれども、なかなかの怖いチャレンジャーチームだということははっきりと言っておりました。まあ、フランク・デュセックがキャリアが7年ぐらいですか、まあ、まだまだ若い選手なので、やはり的にするのはフランク・デュセックではないかと試合巧者の佐藤選手あたり言っておりましたけれども、果たして今夜名イベントで登場してまいりますフランク・デューセック、どういうような選手でしょうか。初来日です。さあ試合はマイティ井上が独壇場になりました。動きが非常に速くなってまいりました。キック蹴りを入れました。そしてサイドのヘッドバットからパンチ攻撃、パンチ攻撃猛烈、マイティ井上です。そして井上から天竜に渡します。さあここら辺りで得意のメンズイギーが欲しいところでありますが、カウンターのエルボー打ち、カウンターのエルボー打ちでルーファース・ジョーンズの喉元にヒット。そして赤いマット上で思い切って叩きつけます。天竜、そしてトップロープに登りました。フライングエルボー、フライングエルボー届きました。なかなか距離が伸びています。そのままカバーの体勢ですが力があります。ルーファース・ジョーンズ跳ね返す。日本側の攻めはどうですか。なかなかいいんですけどね。しかしそれにしてもルーファース・ジョーンズやっぱり黒人特有の粘り強さ持ってますね。バネがありますね。
ちょっと攻めあぐんでいるというのが正直な意見かもしれません。マイティ井上天竜組であります。非常に開幕戦の控え室30分近く、2人で密談を交わしておりました。天竜と井上なんでありますが、つなぎはどうでしょうか。タッチワークはそれぞれいいんですけどもね、やっぱりもう一つですね、技の切りがやっぱりすごくないですね、このシリーズ特にタイトルマッチ、タイトルへの挑戦の予定はありません。天竜、自分のレスリングを原点から考え直すというシリーズ、自らそういうふうに語っておりました天竜であります。本人としてはこのシリーズにも上田を呼び込んで決着をつけたいというような気持ちは持ってたようですがね。しかしですね、あまりその喧嘩ファイトの延長をしますとね、やっぱり自分本来のレスリングが狂ってきますからね。そうですね、やっぱりこれでやっぱり本来の姿に戻していってほしいところですね、はい、やっと自分で作り出した個性的なレスリング、これが非常にお客さんに受けてましたからね。それだけですね、それを上田は壊していくわけです。上田のような選手を相手にしますとね、どうしてもやっぱり自分のレスリングって知らず知らずうちに崩れてくるわけですね。そうですね、じっくりと構えて原点からやり直しをしますというふうに言っております。天竜です。しかしちょっとクラッシャーブラックウェル、ルーファース・ジョーンズ組のいわゆるこの勢いに押されております。今夜のリング上、体当たり効きません。リング上仁王立ち、クラッシャーブラックウェル、ものすごいお腹ですね。正面からの攻撃じゃ通じませんね、はい、こういう選手にはどういう技が通じるんでしょうかね。やっぱり天竜の場合当然円陣切りを狙うべきですよね。そうですね、非常に下半身は安定しておりますので、このお腹の上あたりを思い切って狙うべきかもしれません。当然円錐切りのチャンスを待っております。天竜、相手をぐっと睨みつけました。あとまずドロップキック、しかし動きませんね。胸のドロップキックでやっぱり効き目がないですね、はい、かえってドロップキックを打った天竜の方が跳ね返されてしまいます。本当に大きな岩石ですね。もう肉の壁ですよね、果たして来週のテリーファンクとの一騎打ち、クラッシャーブラックウェル、当然大金星を挙げたいところでありますが、テリーファンクがどういうようなレスリングを見せるか、このあたり来週の放送どうぞご注目ください。天理は完全に攻めあぐんでますね。ちょっと攻めあぐんでますね、はい、さあその巨体を利しまして、今度はおっと、今度は2ドロップですね、ドロップですね、ダブル2ドロップですね。両足揃ってますね、両方の膝をこの天竜の肩口に打ち当てました。本当に自分の160キロの巨体をも大に利用しています。いわゆるプレスバックコースをしました。完全に天竜はグロッギーです。動きが止まってしまいました。すかさずパートナーのルーファース・ジョーンズ、ここで飛び込んでまいります。ニードロップを何度も何度も打ち込みます。ちょっと苦しい表情天竜、さあ立ち上がれるかどうか、立ち上がれるかどうか。あの前シリーズではタイガージェットシン、上田馬之助に散々痛められました。大流血、その傷跡も残っています。あの喧嘩ファイトのあの根性を今一度思い起こしてもらいたい、そういう感じがします。天竜、さあ天竜が突っ張りのような動きを見せました。ヘッドパット、得意技ヘッドパットを出してまいります。しかし足を取って、今度はジャックナイフスタイル、逆エビの体勢なんですが、ちょっとこれは無理でしょうね。汗で滑りましたね、汗で滑りましたね。クラッチ技に持っていこうとしておりますが、残念ながら汗で滑りました。大きな拳打ちで攻めてまいります。ルーファース・ジョーンズ、顔面かきむしり、どうしても外人チームのペースですね。なかなかペースがつかみませんね、井上も天竜もちょっと攻めあぐんでいる開幕戦。今度はスープラトンの攻撃に出そうですが、マイティ井上が俺に任せろと一声かけました。ルーファース・ジョーンズをサマーソルトドロップで叩きます。さあ効くかどうか、巨体に効くかどうか。ブラックパワー2発目は効いたようですね。しかしですね、全体的にちょっとやっぱ仕掛けのタイミングが悪いですね。さあ今度は天竜が挑みかかりますが、何しろこの巨体、大きな岩石が吹っ飛んでいきます。本当にクラッシャーブラックウェルがロープに当たりますと、3本のロープがグラグラっと揺れますね。非常にやっぱり振動がしますからね、すごいパワフルな感じがあります。クラッシャーブラックウェル、さあ天竜が渾身の力を込めました。左から右手両方でダブルチョップ、しかしエルボーだ、エルボーもなかなか強烈。今度はヘッドバット、この巨体から多彩な技、おっと円錐切り、ここで円錐切り、こうソースか、首の根っこを捉えました。マイティ井上に預けます。今度はフライングショルダーアタック、ショルダーアタックが一発当たりましたが、ドロップキックは動じません。
ドロップキックは動じません。そして両方の肩から思い切ってマイティ井上をキャンバスに突き落としますが、今度は肩の上に乗せました。どうやらエアプレンスピンカー、おっとバックフリップ、強烈バックフリップ、山嵐のような動き、そのまま抑え込んだ。フラッシャーブラックウェル、見事なバックフリップ、山嵐ですね。なんか余裕の勝利でしたね。軽々とマイティ井上を肩の上に乗せまして、そのまま突き落としました。そして体固め、これは来週のテリーファンクとの一戦でもあるいは使ってくる技かもしれません。要注意ですね。テリーにとっては手強い相手になりそうですね、はい。そしてルーファース・ジョーンズもなかなかいい仕上がりぶりでありますので、フランク・デューセックとチームを作ってのアジアタッグ、どういうような試合になるでありましょうか。開幕戦なかなか外人チームの動きが目立った試合でございました。天竜マイティ井上組が開幕戦失った試合でございます。日本テレビの全日本プロレス放送は熊谷市民体育館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。